スタジオリバーサイド。こんばんは、ギタリストの竹下敦です。ちょっとね、障害の話になっちゃうんですが、私子供の頃からずっと音叉を左耳に当てていたので、ずっと左耳からポーンっていく音叉の音が聞こえるんですね。だからやると、でこれが、A の音、合ってるんです。でじゃあこれを持って、絶対音感を持ってますねっておっしゃってくださる方がいるんですけど、これは僕は相対音感だと思ってます。あくまで音叉をずっと耳に当てていたがために、その耳鳴りがするんですね。でそれはそれを作り出した元は音叉であって、この音叉をずっと当てていて耳鳴りがして、その耳鳴りが 440Hz になってしまったんで、で音が合わせられるという。でこれはいろんな人によって考え方があると思うんですが、私は絶対音感はないと思ってます。生まれ持ってその 440Hz をね、感じるというのはまず不可能というか、ありえないと思ってます。なぜかというと、日本のね、オリンチン、あれが 432Hz なので、基本的に432Hz に対して、一番耳が慣れているはずなんです、これは。実際三味線なんかも、432Hz に合わせる場合が多いです。なので、あとラッパが入るねバンドなんかは 442Hz に合わせたりしますし、あとピアノが入る場合も 442Hz に合わせます。で私がね、チューナーはあまり信用はしていないんです。ものによってこのクリップする部分によってもね、変わるんですよ。で特に弦なんかに触っちゃったりすると、弦の振動とあとこの木の振動とね、つまむ位置によってこれ変わっちゃうんですよね。これも仕方なかったと思うんです。ここでつまむのとここでつまむのともう違うんですよね。じゃあどこを持ってどこをつまめばいいのって話になるんですけど、これは正直どこでもいいと思います。基本的にはバンドでやる場合、バンドマスターバンマスターがどの人が音を出してくださいっていうことを指示して、その人が出した音に対してみんなが A の音なり E の音なりを合わせる。これが僕の考え方です。違ってたらごめんなさいね。私はそういうふうに考えてます。夜中に目が覚めてしまって、ちょっとお話をしました。これね、ポール・リーズ・スミス、友人がねカスタマイズしてくれたんですけど、久しぶりに弾きましたけど、やっぱりすごくなんか弾きやすいですね。いいギターだなと思いました。はい、それでは竹下敦でした。